人間開発指数による国家順位とエコロジカルフットプリントの相関図横軸は HDI による国別の順位。縦軸が EF。2ヘクタール付近にある灰色の汚染は生物生産力の世界平均。データは生きている地球レポート2006から。エコロジカルフットプリントとは地球の環境容量を表している指標で人間活動が環境に与える負荷を 資源の再生産及び廃棄物の浄化に必要な面積として示した数値である。通常は生活を維持するのに必要な一人当たりの陸地及び水域の面積として示される。以下では略語 EF の表記を用いる。EF の元になる概念は1990年代初期にカナダのブリティッシュコロンビア大学のウィリアム・リースとマティス、ワケナゲルにより 収圧された環境収容力として提唱された。この用語が難解であったため、人間活動が地球環境を踏みつけにした足跡という比喩に基づき、エコロジカルフットプリントという用語に変更された。文献にこの用語が用いられたのは、1992年のリースの論文が書出である。リースが EF に与えた定義は、ある特定の地域の経済活動、または、 ある特定の物質水準の生活を営む人々の消費活動を永続的に支えるために必要とされる生産可能な土地及び水域面積の合計である。e f は生物学的な生産力と比較することによって持続可能な利用ができているかあるいは需要過剰となっているかを明らかにする指標として使われている。具体的な e f の算出は 土地の種類別の基本データを積算することによって行われる。例えば日本における EF は下の表一のように計算されている。この表は日本全体の人間活動による EF は実際の国土よりも15.4倍も広くオーバーシュートしていることを示している。EF と比較する生物生産力は気候風土や 利用形態によって生産性が全く異なっている。例えば、一般に熱帯、温帯地域では生産性が高く、乾燥気候や高緯度地域では生産性が低い。農耕地でも、作付ける作物の種類や農法によって生産性が異なってくる。この際を補正し、標準化した生物生産力の単位として、平均的な生物生産力を持つ。 土地1ヘクタールに相当するグローバルヘクタールが考案されている。土地の種別ごとにグローバルヘクタールを算出するための世界共通の係数は10日ファクターイクイビランスファクターと呼ばれ、年ごとに再計算されている。また、各国の実情を反映するための係数は終了ファクターイールドファクターと呼ばれる。従って、 ある国の特定種類の土地の生物生産力総計、イコール、その国の特定種類の土地の総面積、X、その国のその土地の終了ファクター、X、等価ファクターとなる。環境問題に関する報告書である、生きている地球レポートが、世界自然保護基金によって1998年から、各年ごとに発行されている。 その中では EF を用いた環境への負荷の分析が行われている。生きている地球レポート2006では世界全領域での EF が生物生産力を上回るオーバーシュート状態は1980年代に起こったと記載している。2003年時点では一人当たりの EF 生物生産力は2.2と1.8であり EF が 生物生産力を20%強も上回る状態となっている。さらに、化石燃料の使用による EF に特に着目し、1961年から2003年の間に9倍以上になったと指摘している。このような状態について対処を行わない場合、環境の再生機能が近未来に損なわれる可能性について警鐘を鳴らしている。EF の内訳を見てみると、 エネルギー使用に関する EF は、世界平均で1.06プラス0.08、イコール1.14となり、合計 EF2.23 の50%以上を占めている。また、所得別に区分けした国の比較では、高所得国では合計 EF が6.4であるのに、対して、中所得国では3分の1以下の1.9、低所得国ではさらに低い0.8となっている。 同じエネルギー量を得るための化石燃料の量として、産出2003年頃から、イギリス各地の地方政府、議会において EF を用いた環境負荷の評価が広がり始めている。その他にも、オーストラリアの西オーストラリア州で EF を用いた数値目標が発表されており、欧州連合においても、環境負荷、持続可能性を表す指標の一つとして採用が検討されている。 日本でも環境学関連の研究及び環境行政において EF を取り上げる事例がある。2003年には国土交通省によって日本全国と都道府県別の EF が算出されており、行政にどのように利用するか検討がなされている。EF を用いたアプローチは様々な理由に基づき批判を浴びてきた。よく取り上げられるのは1999年に 公表された初期の批評である。2008年5月に欧州委員会環境総局へ答申された報告書にはこれまでの EF に対する評価の中で最新の独立した評価が記載されている。これまで提示された EF への批判とそれに対する反論については次のようなものがある。ありがとうございます。